海外でした恐怖体験みたいな。えげつないスラム街があったよ。黒人の人にさ、肩後ろからやってられた。ニュージー何回か行って印象深い選手、アーロン・スミスとかめっちゃ優しいし、オールブラックスやっても全然拾ってないし。ラグビー以外で職に就くとしたらどんな職業に就きたいですか？まあでも俺ね、正直働いたことがないんよ、うん、まあそうね、アルバイトとか、はい、だからなんか別にどんな職に就きたいとかじゃなくて、うん、一回働いてみたい。何でもね、一回そう、うん、で飲食店で一回アルバイトしてみたいっていうのと、そのなんか別にラグビー選手がなしでね、うん、それラグビー選手じゃなかったってこと、ね、うん、でもし就職できるなら、うん、ちょっと営業とかしてみたいかな。あ、なんかまあ同期でさ、うん、あのまあ、ディーラーとかあと外資で営業してるやつとかの話を聞くと、うん、やっぱりなんかすごいワクワクしてるし、あ、こう、はいはい、あ、楽しそうだなみたいな。相当しんどいと思うけどね、でもそういうのにチャレンジしてみたいなっていう気持ちあるかな。どちらかというと自分もこう結構あれやもんね、向上心が高い方やしっていうのあるよね。あ、そうね、まあまあ周りがやっぱりみんな ね、高校の時からそういう向上心が高い人の集まりで、まあみんな社会に出てもやっぱりトップ取りたいとか、うん、やっぱりこうなんか売りたいみたいなのがすごい強いから、はいはい、だからそういうの話を聞いてると、まあ、そういうのもちょっとチャレンジしてみたいなっていう思いはあるよね。まあ、でもこうやってねラグビー選手でできてるのはすごい幸せなことやけどね、うんうん、ラグビー選手で仲いい人とかって、ラグビー選手で仲いい人、うん、そうね、まあでもやっぱり誰やろうね、まあ身近で行くと、まあ、やっぱ平野翔平とかになるんかな。パナソニックワールドナイツよね、プロップの、まあ、プロ生活が始まってすごいお世話になったのは山田明宏さんというか、やっぱなんか明さんに、うん、なんていうの、プロのその価値の大切さとか、うん、そういうのはすごい教わったかな。かっこいいよね。いや、やっぱかっこいい、純粋かっこいいよね。いや、なんて言ったらいいかな、山田明人っていうしっかりブランドがあるやん、あれをこうしっかり作り上げてるというか、いつ見ても身なり整ってるし、なんかかっこいいなって、はいはい、だからああいう人にこうなれればいいなと思うけど、ね、山田さんも YouTube とかね、あ、そうね、そうね、いつかね、なんかあのコラボしてみたいけどね、アキさんと会ってみたい人とかいますか？なんかまあスポーツ選手しかり芸能人とか、でもあのね、やっぱりイチローさん、はい、イチローさんには会ってみたいね、その人生で一回アスリートの間に会ってみたい。あ、うん、やっぱりあれだけね長いこと活躍できて、うん、こうやっぱそれの秘訣って絶対あると思うし、うん、そういう考え方もやっぱちょっと人となんていうの違った感性を持ってはるから、うん、そういうのもちょっと聞いてみたいなっていう、で自分のそのキャリアにこう参考にできれば、ね、活かせればね、うん、確かにね。なんかこれまでで行った国でまた行きたいと思った国と、またこうなんかご飯が美味しかった国とかなんかあれば、うん、そうね、カナダはすごい美味しかった。バンクーバーね、バンクーバー美味しかった、美味しかったというかバンクーバーすごい良かった、でご飯もまあ美味しかったし、綺麗綺麗、バンクーバーめちゃくちゃ治安もいいっていう風に聞くしね。そうね、バンクーバーめちゃくちゃいいね。なんかこう海外でした恐怖体験みたいなのって、なんか恐怖体験、恐怖した普通にあるよ。いや、結構ね、やばいのある1個ちょっと、いいっすか。まあ、南アフリカに行ったよね、はい、ケープタウンやったんやけど、うん、空港から、ホテルの間でえげつないスラム街があったんよ。はいはいはい、もう、パッて見ただけでうわ、もうスラム街やみたいな、うんうん、で、しかも、その、もうなんていうの、こう、有刺鉄線みたいなのがこう、はいはい、2枚貼られてる奥にあるんだ、はい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 、で、うわ、えぐみたいな。で、まあ、南アフリカってどちらかというと治安がいい国ではないよね、はいはい。まあ、日本って1日の亡くなられる確率、殺人とかで、ね、が1人とかならしいんよ、はい、でも南アフリカはそれの60倍ぐらいらしくて、1日に60人ぐらい殺されるらしいよね、うん、その統計上、はい、でその話をすごいバンって聞いてたんよ、はい、だからなんか、まあ、安易に外に出ないでくださいとか、はいはい、気をつけてくださいみたいな、うん、例えば普通になんていうの歩いてる人とかにもあんまり喋りかけたりとかはしないでくださいみたいな言われてね、はいはい、で、まあ、そんなの言われたらちょっと怖いやん、うん、で、まああの
着いた日に、うん、日本食を食べに、日本レストランを、はい、のところに日本食を食べに行って、ご飯食べましたよ、今もり、うんうん、で、まあ、出たら、あのセブン日本代表の津岡っているやん。あ、はいはいはい。津岡がさ、黒人の人にさ、こう、バッて肩、後ろからグッてやられたの、はいはい、で、俺らも、え、やばくねみたいな、やばいやばいやばいみたいな感じで、おい、津岡な、おい、逃げろみたいな、すごい言ってたよ、俺ら、うん、そのトークからね。で、津岡も、え、やばい、殺されるみたいな感じで、パッて見たら、なんかその、店の人が外から出てきて、昔の、スプリングボックス、南アフリカ代表のレジェンドやったよ。お前らジャパニーズ の, にあの日本のラグビーチームかみたいな感じでめっちゃ歓迎してくれてさ、そういう話聞いてたから、はい、最初は興味しか思わんけど、ね、マジでレジェンドやったよ。バリ歓迎してもらってた。めちゃくちゃ歓迎してくれてたんやけど、まあ、そういう話があって、はい、まあ、でもなんかそういうね、一応俺らが泊まるところは、まあ、安全なところやねんけど、ほんまにそのね、南アフリカそのこう見つかってるのが60倍だけで、やっぱスラムとか見つけられへんらしくて、はいはいはい、でそういうのもやっぱりあるから、まあ、まあね、治安が危ないというか、まあ、なんていうの、日本とはちょっと違うんだなっていうのも感じるよね。そうですね、うん、まあなんか南アフリカまでだったらフライトは24時間、やばいね、1日やもんね。ドバイ経由して、だからでもドバイで大会するから、はい、から帰りが24時間ね。あー、ケープタウンからドバイ、ドバイから日本で12時間24時間、ね、だから、うん、トランジットも含めたらもうちょっとかかる。それ飛行機に乗った時に何照度、むしろ基本的に俺結構寝れるから、あー、爆睡全寝、いや全寝まではいけんけど、とりあえずまあ最初俺はもうスタートダッシュで寝るんよ。はいはい。で寝て、うん、で、まあ、起きたらもうね、あの映画も見るんやけど、はいはい、自分で事前にダウンロードしてた、はい、例えば『アメトーーク』とか、はい『相席食堂』とか、はい、そういうのをこう見ながらこうその起きてる時間を過ごしてまた寝るみたいな、そういうサイクルかな。なんかこういう状況ですけど、あげたらどっか行きたいみたいな、旅行に行きたいとか、なんか行くとしたら、旅行、なんかね、旅行に行きたい、なんて言ったらいいかな、こうやっぱ遠征とかでさ、うん、めっちゃいろんなとこ行くやん、うん、逆にあんまり旅行とか、うん、旅行とかそんな行きたいと思わへんかな。どちらかというとなんかね、うん、なんかこう 海とか行きたい、海とか、ね、沖縄とかね、海行きたいね、海、あとプール、プール行きたい。なんか海行ってもなんかさ、なんかトレーニングしたりとか、なんか普通になんかこう、まあゆっくりね、うん、なんかこう、あ、まあ、サーフィンとかせんやん。あ、でもサーフィン、あの一回ね、あのニュージーでやったことあって、あ、あの今三菱重工にいるハイランダーズ出身でヘモポいるやん、うん、ジャクソンヘモポ、ジャクソンヘモポが一緒にサーフィン行こうぜっつって誘ってくれて、ハイランダーズで行ったんよ。で、俺はやったことないっつってて、はい、でもサーフィンの板とかも全部貸してくれて行ったよね、うん、だからまさかのあいつ勝手に自分だけバーって乗っていってボードだけ渡して、あとはもう好きにやってくれっつって一回も波に乗れず終わったっていう。でもなんかサーフィンとか楽しそうだけどね。またお伺いします。ニュージー何回か行って、なんかまあ印象深い、なんかすごくお世話してくれた人とか、選手、選手、うん、ハイランダーズがめっちゃいい人多いよ、全員いい人、温かい、めっちゃ温かい、アーロン・スミスとかめっちゃ優しいし、うん、あのワイサキ・ナホルとかもワイサキ、なんか1日目からヘーイみたいな友達みたいな、いいめっちゃいい人だから、なんかね、例えばオールブラックスやっても全然気取ってないし、うん、なんかあ、こういうのっていいんだなってすごい思う。あ、やっぱりね、すごくなって結構気取る人とか結構いるやん、はいはい、ああいうのあんま良くないなって、すごいそういうのを、なんていうの、オールバックの選手とか見て思うよね。やっぱトップの選手は器も大きいやな。いや、めちゃくちゃ大きいよ、マジですごいね。そういうの大切だと思う、まあ、人間的にね。スーパーラグビーでプレーしたい国ちょっと待って、なんかさ、プライベートを聞くって言ったよね。めちゃゴリゴリのラグビーになってるやん。
純粋にね、これちょっと久しぶりにそういう回でやりたいやん、聞いてみたいってなってしまう。いやいや、それ全然いらんやん。もうちょっとプライベート的な、ちょっとなんか料理とかさ、せんやんか、なんか作ろうや。作る？いや、なんかせっかくやし、なんかちょっとまあいいよ、まあなんかじゃあ何作る？ステイホームやし、何作る？で、今からあれ？これ終わったら買い出し行く。いいねいいね。何する？なんかオムライスとかどうする？オムライスとか。いい、オムライス作るか。言ったけど俺のやり方になるけど、いい、もう怖いな。いいね、じゃあオムライス、オムライス作りましょうよ。じゃあまあこの後の回かどうかわかんないですけど、それも動画にして、せっかくね。あ、そうね。じゃあオムライスを、オムライス、オムライス作り、いいね、作ってみたみたいなやってみようか。まあちょっとコーヒーもすごい美味しかったね。もう水だけどね。はい、久しぶりにプライベートということでね、うん、じゃあ皆さん料理を期待してみましょう。欲しい何なのか、オムライスを、まあ、そうね、オムライスね、オムライス欲しい何なのか、はい、まあまあ、はい、楽しみにしておきます。またでは、さよなら、さよなら、バイバイ。